どうも皆様こんばんは、マグです。今シーズンからルールが変わりましたね。伝説のポケモン1匹ありプラスダイマックス禁止のルールとなっております。僕はゼルネアスのパーティーで行こうと思ってるんですが、いやー、ザシアンを狩る動画を撮りたいんですよ僕。なのにさ、本当にザシアンとマッチングしないんだよな。絶対ザシアンがいっちゃん多いはずなんだけど、なんか当たらないんだよな。初手からクレッフィー行ってゼルネアスで最終的にエンニュートって感じで行きますかね。はい、お願いします。ドリルズから OK だったらエンニュートからでよかったけど、まあいいでしょう。あ、好きなのかな初手に投げてくるドリューズってことは。だいたいドリューズってスカフだったら最後の方に出てくるからな。初手からドリューズはどうなんでしょうか。まあリフレクター貼ってって感じかな。無理やりジオコンするか、もしくはエンニュートで行ってもいいけどな。玄米、それはやばいな。それはやばいね。だったら徹底抗戦で体重測ろうか。いやー、しっかりこう自信してくるか。耐えないかな。剣舞されてる、さすがに。偉いぞ、クレッフィー。ただ、ここ当ててくれ。ナイス。徹底抗戦、自滅技なのに外れることあるからな。ひどいよな。これで、タスキは、ケアできたね。じゃあ、エニュート行こうか。ただ、光の壁は張れないから、ゼルネアスが2ポイントが難しくなったな。無限大のあたりに下げられそうだけどな。素直に大文字打っていいものか。イカ様もありだよな。いやでも大文字が安定かな。大文字行こう。 OK 通る。ドリル突破。これでゼルネアスの障害が一体減ったな。まあもともとこっちの方が早いんで、素早さのスカーフ持ってるってことはバレてない。ロトムか。いやボルチェン来そうだな。ボルチェンからのって感じかな。まあでもここはゼルネアス交代で、ハイドロポンプ来たら痛いんで、ゼルネアス、多分ボルチェンもしくはトリックかな。フェアリオラ10万普通に殴ってきた。オッケー、それはでかい。紛れないよ。うわ怖い。じゃあここもう無理やりジオコン積むか。ありあり、ジオコン取る、無理やり積んでって。あ、でもここでトリックされたら誰か、身代わりから入るべきだったか、様子見するべきだった。ちょっと軽率だったか、これはちょっと軽率だったかも。高校の尻尾とかトリックされたら面倒だもんな。ちょっとこれ結構でかいプレミになるかも。やっちまったかな。ボルチェン OK。 でもここトリックで結構な負け筋になったかもしれないから、ちょっとこれは反省点ですね。さあ無限ダイナ来ますと。何型なんだろうな。パワフルハーブ型かな。こういうタイプってなんかそれが多い気がするんだけど、でも今普通にスカーフ無限ダイナも強いしね。ドリューズがスカーフじゃないんだったらこいつがスカーフの可能性あるか。ドレインキッスで殴って回復しながら行きましょうか。ドレインキッスはダメージ与えるけど、その分回復できるんでいいダメージだね。無限ダイナ毒タイプだけどドラゴンタイプ入ってるんで、等倍になるんでね。ヘドロウェーブも効果抜群だけど、さっきのジオコントロールで特防2段階上がってるんで、まあ、これで勝ちかな。はい、ありがとうございます。危なかった。最初の剣舞がマジで危なかったけど、エンニュートを連れてきといてよかったな。炎タイプ技持ちないとマジで辛いからね、ゼルニアスパーティーは。ようやくザシアン来たな。長かった。ほんと何回潜ってることか。しかもこれエンニュート割と刺さってるんじゃないか。エンニュートか言っていいのこれ。編入とアーマーがゼルネアスで、どうだい。何分大文字の通りがいい。ただあれが水ウーラオスだったらまた話は別なんだけど、全く考えてなかったそのあたり。まあアーマーが連れてきてるし、没命でどうにかできるだろう。はい、お願いします。ザシアンから OK。 ようやくねこぎつけたザシアンなんで、ぜひ勝っていきたい。いや本当はね一回当たったんだけど急所で負けちゃったんだよね。だからどうせだったらザシアンチームに勝ってる動画撮りたいなと思って、めっちゃ潜ってたんだけど本当に当たらなくて。これ引いてくるかな。でも大文字の通り先ほど言ったようにいいんで、打ってきましょうか。突っ込んでくるんだったらこのままやれるしな。突っ込んできてる。ザシアンは確定一発。耐久振ってやがるこいつ。まあでも巨獣山ではやれないよ。
クラゲじゃないよなこれ、大丈夫かな。オッケー。意地っ張りのちょっと耐久振ってるタイプだなこれ。普通だったら控えめニュートン大文字は確定一発なんで、ちょっと耐久振ってますね。下げてくるかな、まあ、下げてきても負担になる。この大文字は控えめなんで結構ダメージ出るからな。裏引いても引けないでしょこれは。引くに引いてきた。まあでもあの HP だったらな、ゼルネアスでどっかで詰めばって感じ。やっぱりミズーラスか。だったら大文字の通り。おーでも結構入るな、すごいね。さすが控えめ C 特化。もともと素早さ高いからね、スカーフ巻けば大体抜けるしね。クロマトレックスも抜けるし結構使いやすいですね。じゃあアーマーがいきますか。まあそこまで削ったら何だったらもう5つ目かませればやれそうではあるけどね。何にしてもこいつやらないと。水流レンダーバーンと、まあこんなもんだな。ただアクアジェット警戒しないとダメだな。ある程度削ればもうエンニュート大文字だけでやれるとこまで行くんだけど、ここは羽でもうだいぶ壊滅的だよ。お相手のパーティーインファイトにシフトしてきた。まあまあまあでも羽でどうにかなるな。で特殊ポケモン投げてきたらその時はゼレネに引いて次の起点にさせてもらったら勝ちなんじゃないかな。どうでしょう。とりあえず大文字の一環がこれで取れるようになりましたね。いいんじゃないの。そしてアーマーガーはいつの世も活躍すると。この色違いアーマーガーずっと使ってるけどずっと活躍してるな。ギダルマ、まあフレアドライブ打ってくるでしょうし、ノリプレでいいかな。フレアドライブ打ってくればもうタスキの可能性も消えるし、あとは大文字連打でフレアドライブ。まあもうこれで5つ目入るかつ反動入るで結構削れるから、いやーでもどうなんだろうな。問題はですよ、エンニュートが抜いてくれてんのかいって話なんだよね。これゼルネの方がいいかな。いやまあ抜いてなかったらどのうちエンニュートやれないし、この後行こうか。まあここまでパーティー半壊させてくれればもう十分仕事はしたしね。ついででやれればラッキーって感じだな。控えめにしてるからね、抜かれてる可能性全然あるんだよな。おっ、こっちの方が早い。オッケー、これもうエンニュート無双決まったな。まあエンニュートサイクルね回しにくいポケモンなんですけど、イカ様も打てるしね、クロバドデックスに、結構なダメージ与えることができる。倒すことはできないんだけど8割9割削れるんで、まあちょっと扱いにくいですけど、うまくやればこのスカーフエンニュートだいぶ今の環境活躍できるんじゃないでしょうか。じゃあ大文字でおい。いやーもうめちゃめちゃ収録時間かかってるけど、ようやくスッキリザシアンを倒すことできたな。マジでザシアンいなかったんだよ。はい、対戦ありがとうございました。いや不思議なもんでね、なんかリシラムとか無限ダイナークロバトレックスがいっちゃ多かったな。ザシアン意外と動かしにくいのかこの環境。はい、というわけでまあエニートなんですけど、まあ、言ってしまえばザシアンって他の炎タイプでもスカーフ巻けば倒せるんですけど、まあ何がいいって毒毒が使えることですよね。今回は特にその毒毒のメリット見せることできませんでしたが、ウケルーズパーティーだったりとか、あとゼルネアスが苦手とする鋼タイプに対してもやっぱ交代で毒毒打ったりとか、積み型タイプにも毒毒打ったりとかして、他の炎タイプとはまた違った必中毒の仕事ができるんで、まあ、それだけの採用の価値はあるのかな。あと控えめ特化にしてもまだザシアンとかより早いところがやっぱ素晴らしいところかなと。あとはまあこの今のダイマックスなしの環境で使えるかわからないけど、イベルタルとも相性がいいですよね。ただイベルタルこの環境で使えるのかな。1回しか見なかったけど、その1回もこのゼルネアスやっちゃったから。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価コメントなどいただけると嬉しいです。お疲れ様です。